田中雄吉七7月9日から1972年6月5日は日本の陸軍軍人。最終階級は陸軍少将。第一次上海事変、水援事件において主導的役割を果たし、日本軍の数々の暴略に直接関与していた。太平洋戦争開戦時には陸軍省兵務局長であったため、対米作戦について関与することはなく、予備役とされ、 極東国際軍事裁判において、検事側の証人として被告に不利な証言もした。また、驚異的な記憶力の持ち主で、これらが東京裁判において発揮された。左から、川島よし子、川島奈義は、田中隆吉。1933年撮影。1930年10月、田中は陸軍中佐で、上海の公主官付部官として赴任した。 そこで、川島よし子と知り合い、ほどなく男女の関係になる。そして、川島の語学力や明晰な頭脳、行動力を利用し、暴力工作の世界に引き込んだ。第一次上海事変は1932年1月に始まる。戦後、田中はこの事変を、関東軍の暴力であるとした。日本人僧侶襲撃以降の脚本を書いたのが田中で、川島が、 関東軍から渡された軍資金2万円を使って中国人を先導し日本人僧侶を襲わせたと主張している。その後も国民党軍のスパイ活動を川島に行わせていたが小説断層の霊人などで川島の名が有名になると逆に二人の仲は冷えていきしばしば口論するようになったため田中と川島は別れることになったがその後も 田中は川島に恋文のような手紙を送っている。ただし、上海事変のきっかけに川島が関わったということは、田中の階層以外の記録には見られず、田中と川島との関係や川島が、情報活動に携わったというのもどこまでが、真実かは不明である。しつこくつきまとう田中に、川島がうんざりしていたという証言もある。戦後間もなく、 ハイをつくなどの書籍を刊行したところ、連合軍の目に留まり、GHQ に召喚され、ジョセフ・キーナン書籍検事から、昭和天皇の戦争責任を回避するための協力を求められる。また、内大臣秘書官長であった松平康正からも、昭和天皇の日本人は戦犯として裁判を受けるとのことだが、彼らは自分の命令で戦争に従事したのであるから彼らを、 釈放し自分を処刑してもらいたいという発言を聞かされる。これらの発言から田中は天皇を守ることを決意、東京裁判において、検事側証人として出廷した。田中は、キーナン検事と会談を重ね、日本陸軍の組織関係などを説明した。自身が関係した事件についても、率直に語ったが、キーナンは、些細な暴力工作などは問題ないとして、 田中は問題なしとした。しかし人間関係の不満により、旧陸軍の内部告発をしたとする批判もある。かつての上司である、東条秀樹、木村平太郎にとって不利となる証言を次々とした。そのため、田中に対して、裏切り者、日本のユダという罵声を浴びせる者もいた。 特に、7月6日の後半において、橋本金五郎、板垣聖志郎、南次郎、土井原賢治、梅津義次郎などを名指しで証言した際には、鈴木定一はその日の日誌に、田中隆吉証言。全区売国的言動なり、精神状態を、儀わざるを毒図と記し、板垣聖志郎も日記に二重丸をつけて、人面、重心の田中譲ずれてくる。売国的行動悪。 見てもなおあまりリアリと書き、重光葵はその時の心境を、証人が被告の席を指さして犯人は彼というも浅ましと歌に読んだ。ただし、田中の証言という行為に対する批判は数多くあっても、その証言内容そのものに対する批判はなかった。田中の行為に天皇の面積と自らの責任回避のどちらの要素が多いかは論議が分かれるところであるが、 次のようなエピソードがある。1947年の暮れ、木戸孝一担当の弁護士が、東条に対して、木戸に天皇のご意志に背くような行いがあったかどうかと質問をしたところ、東条は、いやしくも日本人たる者、一人といえども、陛下のご意志に反して行動するがごとき、不中の心はおりません。言わんや文官において親と、大見えを切ってしまった。これを受けて、 アメリカの新聞は、東条、天皇の戦争責任を、証言と書き立てた。これを受けて、さらに、ソ連の検事が正式に天皇追起訴を提言して、キーナン出席検事に迫った。キーナンと田中は、天皇は開戦の意図を持っていなかった、天皇には、責任はないということを、いかにして、東条に再度言明させるかを深夜まで協議をした。東条の秘書へ接触することで、 東場への工作は成功した。1948年1月6日の午後の法廷において、東場に2、3日前にこの法廷で、日本市民たる者は何人たりとも、天皇の命令に従わない者はないと述べたことは、単に個人的な国民感情を述べたに過ぎず、天皇の責任とは別の問題であり、大東亜戦争に関しては、東政部その他自分を含めて、 責任者の進言によって、しぶしぶご同意になったのが実情であると発言させることに成功したのだった。これにより、この危機は救われた。東京裁判の席上、田中隆吉が登場を指さし、登場を激怒させた。特に、武藤明においては、軍中数で権力を握り、対米海戦を強行したという田中の証言により、死刑が確定したとも言われている。 武藤は台米海戦には慎重派であった。田中は数々の暴略に関与しており、検事側に協力しなければ起訴されていたこともあり得た。田中らに直接取材した歴史研究家の畑タ彦は、東京裁判での田中の言動を、米国流の司法取引と評している。一説では、武藤が軍務局長の頃に、田中は武藤の地位を狙って策謀したが、未遂に終わって、 予備役に回されたことから、武藤を逆恨みしていたと言われている。だが、田中には、終戦間際中将への昇進の話があったが、自ら断ったというエピソードがある。なお、田中は、被告人側の証言にも立っている。これについて、人から問われると、自分は、検事団に雇われているわけではない。事実を述べるのに、検事側も、被告側もあるかと意にも返さなかった。 しかし、元外務省主任分析官、佐藤優は、田中の軍歴が示す通り、すべてが計算された戦後における暴略であったと指摘している。昭和天皇は、昭和天皇独白録において、東条秀樹が評判を落としたのは、田中隆吉とか、富永京次次官とか、都各評判の良くないかつ、部下のそもそもへの効かないものを使ったことが原因で、あると述べている。 他人に対して、功をの激しかった田中は、東京裁判で、上司、同僚に不利な証言をしたというだけでなく、戦後期の著述でも様々な自説を論じている。そのため特に非難が集まりやすく、周囲の証言からだけでは、田中祐吉の人物像というものが見えにくくなりがちで、ある。だが、東京裁判の終了直後の百四十九年に、田中が自殺未遂をした。 のの遺書には夏季の記述があるこのことから田中自身も戦争の責任の一端を感じていたことが伺える。また晩年はうつ病状態であった。東京・青山の田中宅をたびたび訪ねた畑育彦,彦は、 同じ陸軍の関係者らによる批判を気に病んだ田中が昼間でも暗くした部屋に閉じこもり、無党の亡霊が時々出てくると語っていたことを回想している。田中はキーナンから米国亡命の口約束を得ていたが守られなかったという。ありがとうございます。